はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第271回でございます。え今回は SNS のプチ断食をした結果っていうテーマで話していきますと。で、下のオレンジのところが、えー、誰との勉強トークみたいっていう自分からの質問ですね。なんで、えっと、まあ、先にそれしちゃおうか。質問するから、ぜひぜひなんか思いつくのがあったらみんなコメント欄に書いて。 で、何かっていうと、今まで自分何回かこうコラボをね、させてもらった時に、あ、最近あれだね、花尾さんとのコラボをあの、見ていただいた方ありがとうございました。このダラダラジオが投稿されてる時はどうだろうな、自分のチャンネルの、あの、花尾さんとのコラボ動画上がってるかもしれないんですけど、ひとまずあの、花尾さん側のやつはですね、もう事案です。というか事件でしたね。見ていただいた方、ま、いろいろ思うとこあると思うんですけど、ありがとうございました。で、その、今回は撮ってないんですけど、ま、前回の、 花尾さんとのコラボの時も、デンガんさんもそうですけど、とか、えっ、ー、と、クイズノックの伊沢さんとか、あとは、あとはじめさんとか、はじめしゃととかね、結構こう、勉強トーク、受験トークみたいなの結構対談でさせてもらうことがあるんですけど、それをね、まあ、シリーズっていうまでじゃないんですが、YouTuber さんって大学受験されてたりとか、こう高学歴の方って結構やっぱ多いんですよね。その勉強系の方じゃなくても。 でそういった方の、そういう対談みたいのを結構集めたいなと思ってて、せっかくね、はじめさんとかさ、伊沢さんとか、花尾さんさせてもらってるのでそう、いろんな方の、なんだろうな、普段あんまり見せない姿というか、でもそういうのをみんなが見たらさ、まあ、うちのチャンネルは勉強しに来てる子がほとんどだから、モチベーションになると思うんだよ。ああ、やっぱり、なんとかさんもこうやって頑張ってたんだ、みたいな。で、それをね、こう、チャンネルの一個の、なんだろう、色にしたいというか、そう。で、 実際、じゃあみんなは自分が対談するとしたら誰との勉強トーク、受験トーク見たいかなっていうのがもし思いつくんだったら書いてください。で、まあ、現状ね、現状自分がもう最終目標だよ。この勉強トークで最終目標は瀬戸さんなの。瀬戸孝二さん。まあ、これは勉強トークじゃなくても普通に対談したいっていうのもあるんだけどね。動画じゃなくても構わないんで。瀬戸さんなんだけど、最近すっごいね、勉強トークしたいなって思ってるのがオルタナの二人。 そう、ウルタさんねつな、まあ、つながりが全くない。瀬戸さんも全くないんだけど。なので、もしね、共通の方いらっしゃったら、ぜひお願いします。<laughs> 誰か <laughs>。どうすればいいんだろうね。同じウームだったらさ、きっとマネージャーとかがついてれば言うこともできると思うんだけど。 ウーム、断っちゃったからな。<laughs> そうなの。なんでなんか、いいアイデア。その、オルタナ、オルタナチャンネルのお二人とか、瀬戸さんとコラボするには、こういう風うにアタックしたらいいんじゃないですかっていうのもあったらコメント欄に書いて。最近コメント欄ね、今、今までも結構読んでたんだけど、最近がっつり今読ませてもらってるんで、時間取ってね。ぜひぜひお願いします。まあひとまず大事なのは、えっと、誰との勉強トーク見たいかなっていうのをぜひ書いて。コメント欄で。で、もし、ちょっと、 <coughs> 俺あんまりそんな YouTuber 詳しくないからそこまで。ちょっとマニアックかもって思ったら、こういうチャンネルでこういうことをしてるなんとかさんって書いてくれると調べやすいんで、あ助かります。よろしくお願いします。じゃあ本題行くか。ちょっと長くなっちゃったね。で、そのね、SNS のプチ断食なんですけど、まあ、完全断食じゃないんだけどさ、その、まあ、インスタとか Twitter とかもあるじゃないですか。自分インスタはやってないんで、ほぼ SNS はもうあの、Twitter だけなんですけど、あの、ここ2週間ぐらいかな。 あんまりいじらないようにしてたの。前は結構見ることが多かったんですけど、いじらないってかも見ない。開かないっていう。そう。SNS を開かないっていうのをすごく、この2週間ぐらい、2、3週間か。意識して過ごしました。で、これはね、理由があって、まあ、みんなもね、もしかしたらね、SNS 結構見ちゃう方っていうの当てはまるかもしんないんだけど、ちょっと考えてほしいのが、みんなさ、SNS 何のために見てる何のためにっていう。これ結構大事なことだと思ってて、 で自分はね、最初はもう興味だったんだよ。誰がどんなこと考えてるんだろうなって思ってたんだけど、それがだんだんと、なんか、そこでみんなが、といろんな人が発信してることを知っておかないと、なんか,おか、取り残されてる気分になるみたいな、時が結構あって、見たいっていうか、見なきゃみたいな、SNS を。っていうふうに思うようになってたの。で、もう一個、ちょっと、んって思ってたのは、 こう、例えばさ、SNS になんか投稿するのって、な、例えばどうだろうな。結構充実してる人が、なんか、こうじ、じなんていうのかな。見てると、自分とかさ、もう、なんだろう、じゃあ俺自分自信がないから、こう、日の当たらないところっていうか、なんていうのかな。あんまり目立つタイプじゃないから、地味なわけよ、俺。でも、まぁ、あ、YouTuber さんもそうだけど、芸能人の方もそうだけど、まあ、芸能人の方にそう思うことはないな。まあ、でも YouTuber の方か。 やっぱ自分とは違うなとかすげえなーとか才能の塊だなこの人はとかさ、そういうのを思って、シュンってなるの。自分やっぱり凡人だよなみたいな。そうがあって、それってさ、SNS 見てる意味あんのかなって思った自分で。で、じゃあ、その、見なきゃになってるし、ね、見たいから見なきゃになってたし、そうやって見てへこんじゃう瞬間が多くなってるんだったら、シャットアウトしなよと思って、 まあもちろんね、全部ツイートしてる時もあったからさ、見てる時は見てたんだけど、でも減らしてた。だからこう、自分の今の気持ち的に、今、ツイッターを見たら結構へこむかもとか、ダメージ負うかもっていう時と、いや、今全然平気って、だから、なんとなくわかるから自分では。だから、平気って時は結構開いてたんだけど、うーん、まあまずいかなとか、ちょっと危ういなって思う時はもう見ないようにして、過ごしました。 で、結果的にね、そう過ごしたら、俺はすごく良かった。良かった、本当に。あのね、まあ申し訳ない。SNS でさ、Twitter で絡んでくれる子も多いから、前よりリップ率も下がってるし、開かないからさ、物理的に。下がっちゃってるんだけど、でも、モチベ、モチベーションとか気持ち的にはね、すごく楽。前よりは安定してるから、今の方が。とは思います。 だから、まあもちろんみんなにとってね、そのツイッターとかインスタとか SNS っていうのが、自分とは全く違う価値観のものになってる方も多いと思うんで、一概にはね、もちろん言えないんだけど、ただね、まあその、ついさっき自分が話した経験談みたいな感じの、自分もなんか、もう見なきゃ見なきゃな,なってましたとか、その見て、例えば友達とかでもいいと思うんだけど、あなんとかってすごいなとか、自分ダメだなみたいな。 SNS を見ることによって自分が落ち込むみたいな状況になってる子は、ちょっと開き直って断食した方がいいと思う。うん、すごくいいよ。良かったと思う。別に一生見るなって言ってるわけじゃないし、完全断食みたいに絶対見ないってわけじゃないから。そう。なんかアプリ消すとかそういうわけじゃないからさ。そう。まあ、そこは自己管理にはなるけど。まあ、もしかよかったら参考にしてみてください。そう。やっぱりさ、なんかそういうものってハッ、自分をハッピーにするために使うべきだと思うから、SNS とかはね。うーん、と思います。 はい。という感じで、ちょっと手短になりましたけど。<laughs> ありがとうございました。で、あと <laughs>、あれか。まあ、一個、まあ、そうだね、質問言っちゃってるから重ねちゃって申し訳ないんだけど、あのー、今、高校受験対策をメインで今撮ってて、で、昨日か、おとといか、に、あの、問題文をね、手書きから、普通に手書きじゃないバージョンにしたんですよ。で、今、ちょっとアンケートそれを取ってる段階なので、ちょっとまだは,はっきりわかんないんですけど、もしね、あのー、 そうなんだろう、アンケートのこと知らなくって、ちょっと思うことがあるみたいな方がいらっしゃれば、それもコメント欄に書いていただけると。そう、いや、手書きの方が良かったっすよ、とか。でも手書きをやめて、あの、プリントアウトしたもので使えるようになったから、投稿頻度は上げれそうなんだよね。投稿頻度の方が大事っすよ、みたいな、まあ。いろいろ意見があると思うので、そちらもね、ぜひ書いてみてください。よし、それじゃあ。 えー、今週はこのぐらいに、でしょう。<laughs> ちょっと締めが下手すんなっちゃったけど。ま、あ今週もね、えっ、ー、と、聞いていただきありがとうございました。では、最初のね、その誰との勉強トーク見たいっていうのはね、非常に個人的に気になるとこなんで、ぜひぜひコメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。それじゃあえー、また次回何か喋っていきますんで、またね、よかったら来週も聞いてみてください。じゃあ今週の、は感じた。ダた。誰 <laughs> とラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。